どうしたの？さっきから。ダメだわ。このアトリエは間違ってるわ。え？ダメって？俺様のアトリエに何の不満があるというのだ。可愛くないの。殺風景なの。もっとファンシーでないと。私、嫌！それは確かにそうだけど、でもアトリエだよ。嫌なの！こんなところで生活したくないの！もう図書室に帰ろうかしら。そんなわがまま言われても。せっかくアトリエに入ったのに、期待に胸を膨らませていたのに。それがこんなに可愛くない場所だったなんて。泣かないでね。無縁よ。女を泣かすとは男の風上にも置けんな。僕が悪いんですか？責任を取ってこの部屋をファンシーにしてやれ。そんな、ここは先輩のアトリエじゃ。ダメダメ、グンちゃんファンシーが理解できると思う？ちょっと見てみたい気もするけど。では任せた。俺様はしばし旅に出る。あ、逃げた。シクシク、ザメザメ。困ったな。あのさ、パメラ、僕が何とかするからもう泣かないで。ま、本当？それじゃあまずはお人形、個性的なのがいいわ。可愛いのも欲しいわね。私の雲にお友達が必要ですもの。あとはそうね、ケーキとかあると素敵かも。そんな一遍に言われても。それ全部用意してくるの？大変そう。今頑張ってね。そんな、ニケも手伝ってよ。楽しみだわ。
けまで手伝ってくれないの？女の子一人に働かせるなんてひどいわ。わかったわかったよ。そのお人形はそこで、あ、もうちょっと向きをこっちに。こう。バッチリよ。あとはそうね、その本棚を横にずらして。これはさすがに一人じゃ無理だよ。そう？残念だわ。じゃあ、あとはこのカーテンをお願い。普通になるかな。この窓でいいの？解放されるんだろう。ただいま。こんなの取れたよ。たくさん取れたよ。これ作っておいたわよ。おお、いろいろ取ってきてやったぞ。タノール、
お疲れさ。それで師匠はどう思う？筋は悪くなかろう。鍛えればお前を超えるやもしれんな。それは言い過ぎだろう。しかしやはり今のうちに準備を。来たな。よし、行くぞ。え？ちょっと先輩、いきなり何ですか？黙れ、来ればわかる。そんな、話してください。まあ、いつものことだし、男。そうだね。先輩、そろそろ教えてほしいんですけど、今日は何よ？そう慌てるな。確かこの辺にいた！あれを見ろ！子供が学校の中に？あのお兄ちゃんに忘れ物届けに来たの。そしたら迷っちゃったの。どうやら迷子のようだ。どうする、クエイン？どうって、先生に連絡して保護してもらうしか。バカ者、今目の前で子供が困っているのだぞ。それを見捨てて人任せにしようなど、貴様それでも男か？そんなこと言われても、そもそも学園の中に子供がいることがおかしい。ごてごい、俺様が聞きたいのは一つ。子供を助ける気があるのかないのか。子供を助ける気があるのかないのか。ありますけど。だらば迷うことはあるまい。さて、まずはどこかで情報を集めないとな。それでしたら校庭で話を聞けばいいと思います。なんで？子供にしてはいいアイデアだな。早速向かうか。なんか怪しいんだよな。
ここにお兄ちゃんはいる？いない。そうか、それは困ったな。全然困った顔じゃないですけど。そんなことはないぞ。それよりそろそろ時間のはずだが。時間？こっちの話だ。さあほら、誰か来たぞ。すいません。どうした？遅かったではないか。補習が長引いちゃって。言い訳は後で聞こう。それよりさ。ああ、そうでしたね。そう、それどころじゃなくて大変なんですよ。学園に指名手配中の凶悪犯が忍び込んだんです。何？しかも人質を連れて逃亡中だと。さらに私のお兄ちゃんがその人質なんですね。ツッコミなど後回しだ。凶悪犯を追わなくては。さあさあ、私は危ないからここで待ってますね。頑張ってください。騙すならもうちょっと気を使ってくれても。何か言ったか？もういいです。消えたぞ。あれが凶悪犯に違いあるまい。うわっ、もう来たか。おのれ、なぜここがわかった？待て待て、犯人は俺だ。お前は人質役。あれ、そうだっけ。でももう叫んじゃったよ。しょうがないな。じゃあこのままで行くか。あ、助けてくれ。グダグダですね。どう見てもうちの生徒だし。それは犯人は学園の生徒に変装しているのか。なかなかの知能犯だな。いいですよ、今更もっともらしい理由つけなくても。さあ、おとなしく人質を解放しろ。さもなくば。ふはは、力づくか。それもいいだろう。言っておくが、俺は強いぞ。お前ノリノリだな。さては犯人役やりたかったんだろう。アプエインよ、人質を救出するのだ。わかりました。ここまで来たら最後まで付き合います。サルお願い。終わった。手加減してくれるんじゃなかったのか。成り行き上だ。それよりほら、はい、見ろ。まったくもう。うわあ、こいつはかなわねえ。お助け。ほら、お前も。あと、そうか、助かりました。それで僕の弟は
弟じゃなくて妹さんでしたけど。あ、ごめんごめん、今のなしで。で、僕の妹は？向こうで貴様の帰りを待っているぞ。早く迎えに行ってやれ。はい、ありがとうございます。あ、それと今回の謝礼の件ですけど。がめついやつだな。後でちゃんと渡す。さあ、行け。はいはい、それでは。事件解決だな。いやー、よかったよかった。そうですね。だが実はお前に言わねばならぬことが。今回の事件は全て俺様が仕組んだことだったのだ。それはとっくに分かってますけど、何の目的で。前に君の席に戻ってな。で、どうだ。だから何がですか。困っている人を助け、目の前の悪を倒す。この喜び、感動、興奮、どうだ、やりがいを感じないか。いや、バレバレだったからやらされてるかも。皆まで言うな。言わずとも俺様には見えている。お前の胸に灯った赤々と燃える正義の炎がな。さて、今日は帰るか。いや、いいことをした後は気分がいいな。ちょ、先輩。いい色になってきたね。うん、あとはこの薬を混ぜれば。え、いっぺんにそんなに？多いかな。少しずつ混ぜていった方がいいと思うけど。じゃあちょっとずつ。あとはこのまましばらく煮込んでおけば完成だね。やったー、うまくいった。ベイン君が手伝ってくれたおかげだね。そんなことないよ。ううん、私一人だとまた失敗してたかもしれないし。かもじゃなくて間違いなく失敗してたね。飛んで爆発させるとは言ってな。大丈夫？空気が汚れたのかな。窓を開けてくるね。お願い。フィロ？あちゃあ、またか。最近は平気だったのにな。またってどういうこと？話は後々。早く保健室に運んであげて。あ、うん。仕方ないじゃないか。それに
少なくとも病気は。それでもあの子はあと何年も。その何年かを与えられただけ良かったじゃないか。そう思うことにしよう。フィロ、起きた？もう大丈夫？あれ？私、寝てた？寝てたっていうか、倒れて。倒れた？まあ、どっちもあんまり変わんないよね。すごい違いだよ。まあ、気にしないで。まだ寝てた方がいいよ。よくあるの？こういうこと。たまにね。この学校に入ってからはずっと平気だったんだけど。そっか。薬か何か作ってきた方がいい？うん？いいよ。どうせ無駄だし。ん？何？私まだ宿題終わってなくて、それで。分かった、僕の分と一緒にやっておくよ。それと私が倒れたのみんなには内緒にしておいてほしいの。ちゃんと休んでなきゃダメだよ。はーい。何か必要になったらいつでもいら。ああ、おかえりなさい。もう動いても平気なの？うん、もう大丈夫だよ。慣れてるし。嫌な投げだよね。フィロって体弱いの？弱いっていうか、私小さい頃に重い病気にかかっちゃってね。そのせいで人より寿命が短いんだって。え？これ私の分の宿題？あの、ヒロ。今日はこのまま帰るね。それじゃあ、また明日。うん、また明日。冗談だったのかな。ずいぶんあっさりしてたし。でも、まさか。見ろ、上々の出来だろ。
待ちかねの学園祭だ。勉強のことは忘れて思いっきり遊んでくるように。ねえベン君、舞踏大会までしばらく時間あるよね。うん、大会は午後からだし。せっかくの学園祭だし、いろいろ見に行こうよ。みんなも誘って。みんなと一緒。わかった、行こう。